新住宅市街地開発事業は、新住宅市街地開発法に基づき、都市計画事業として施行される、全面買収方式の宅地開発事業である。新住宅市街地開発事業で整備された、多摩ニュータウン人口集中の著しい市街地の周辺の地域において、健全な住宅市街地の開発及び住宅に、 困窮する国民のための居住環境の良好な住宅地を大量に供給することを目的としたもので、1963年に創設された。単なる宅地の供給を目的とするものではなく、広大な地域全体の都市基盤整備を綿密なマスタープランに基づいて実施し、社会資本となるインフラストラクチャーや住宅等を適切な規模で配置組みする事業である。道路、 公園、上下水道等の公共施設及び、学校、病院、共同店舗等の公益的施設を備えた住居を単位とし、さらに感染街路や必要に応じ事務所、事業所等の特定業務施設を備えた、相当規模の住宅市街地の開発を目的とする、生活の営みのすべてを充足する複合都市機能を持った、いわば本格的なニュータウン作り事業であるところにその、 特色がある。開発議事便乗者による不動産の転売益を阻止し、健全な町の形成を保障するため、開発志向者から譲渡された造成地には5年以内に計画された建築物を完成させることや、所轄する都道府県知事の承認を得ずには10年間、土地及び建築物を第三者に所有権等の移転ができないなどの規制が法的に盛り込まれている。 千里ニュータウン、多摩ニュータウンなどを開発するにあたり、事業手法として用いられた。ありがとうございます。